東京オイリス港区支店人事部長のハンケル直樹は、油の社長の指示に従いバネの抜群へ5億円の出資をした。しかし表向きは優良企業に見えたバネの抜群は、実は莫大な負債を隠すために粉飾決算しており、我々から出資を受けた直後に倒産。ハンケルたちは5億円をまんまと騙し取られてしまった。油の社長はその全責任をハンケル一人になすりつけようと画策する。しかしハンケルは真っ向から対立し、何としても5億円を取り返し濡れ衣を晴らす、そしてワールドカップを制覇すると誓うのだった。それはハンケルがフットボーラーとして生き残る唯一の道だった。